フリカレーが切る。ああ、フリコ。茨城じゃないですか。茨城だよ。ホコタだよ。茨城県は日本一の栗の生産地です。この栗を一つ一つ丁寧に皮を剥いて、鶏肉と野菜と合わせた栗カレー。じゃあ行ってみます、栗。どういうのってんの？濃い。うわ、なんだ？なんか出てきたな。栗がこれ。栗だね、これ。栗か？栗だ。断面栗だ。これ見て、断面図。珍しいなぁ。栗カレーやね。じゃがいもの代わりに栗カレーいただきます。うん。あ、栗だけど、正直芋との差が分かりづらくなる。マジで？カレーと混ぜると。結構一個がでかいからね、こうやって今、割りますけど。いい栗使ってんの分かる。いやいや、これ、これ栗ってわかるよ、これ。あ、わかった。ものすごい口当たりが滑らかだね。チキショウ、うめえな、茨城の栗カレー。マロン好きだもんな、お前な。ん？マロン。何？お前好きだもんな、マロン。いや、違う。そう、俺が好きじゃなくてさ、あ、マロン、マロンさんがお前好きだもんな。マロンさんっていう、そのな、2丁目のお勤めの方が僕のことすごい好いてくれてて。うん、うん、あ、そか、あ、そか、うん。やがすなおめえ。やがしない。だって登録もしてくれたんでしょ、これ。あ、なんか名前入ってますよ、マロンさん。かなり序盤に。うん、ありがとうございます、マロンちゃん。32、35ですね、俺は。栗ってやっぱカレーにすごく馴染むね。うーん、 芋系のものだから。そう、馴染むんで、馴染むプラスさっき言ったように栗の滑らかさがすごかったんだね。うーん、だから栗が美味しいなと思うカレーだったんだね。なるほど。うん。生産量日本一である茨城県ホコタ。またホコタだよ。ホコタはカレー好きだな。意外とこうメロンの日本一って言ったら北海道の夕張とかのイメージあるけど、生産日本一は茨城なんだよね。うん。じゃあ行きます、メロンカレー。うわ、ボリュームあんな、やっぱり茨城のカレー。これは何だ、メロンカレー。果肉っぽくないこれ。かもしんねえな。じゃ、メロンカレーいただきます。うん、メロンだ。あ、メロン、うん、グー、うん、入ってんだ。変な感じしない？あ、でもしないね。あ、しねえ。じゅわっといい味になってる、カレーと混ぜて。やり方がうめえんだ。うん、普通ね、メロン入ったらうーっと思うべや。うん、でもカレーにコクが出るな、フルーツ入ると。ほんと、メロン。あー、びっくりすんだ、結構。うん、あ、うめえな、このカレーは。でも34。あ、一緒。さっきの栗よりも俺は評価高くて、うん、やっぱ栗はね、栗が見事だった感じしたんだね。美味しかった、うん、で、メロンはメロンの旨味をよく引き出したメロンのルーだったんだけども、メロンの具をわざわざ入れてくれてんだけども、やっぱり食べると結構びっくりしたね、うん、あ、メロンだってなったんで、それちょっと俺逆に引いちゃったんで、よかれと思って入れてんだろうけど、存在出したかったんだからね、メロンかけて歌うからに。そうそう、気持ちは分かるね、入ってるっつうのは分かりましたから。ふやくメロンの具は、ええ、なんか大根みたいで美味しかったですね。チャンネル登録よろしくねっつうやつね。